きつかわたくは、東京都生まれの作曲家、雑誌編集者。1974年、東京都杉並区生まれ、18歳まで愛知県小牧市で育つ。幼少の頃から、ピアノや伝統的なクラシック音楽に親しみ、歌曲や唱歌、そして自身を取り巻く民謡などを通じ歌や美旋律を浴びるようにして育つ。十三歳で、高気ロマン派、とりわけ、 グスタフ・マーラーの作品から音楽に目覚め、後にはレスピーギやホルスト等、数々の公共曲、オーケストラ曲に系統。さらに17歳から自ら作曲を始め、20代より現代音楽にも視野を広げる。1995年文学、哲学を学ぶため、東海大学文学部、文明学科西ヨーロッパ専攻へ入学。 在学中の1997年に哲学や思想史、そして音楽史の舞台を確認するかのようにヨーロッパを無計画に放浪する旅を行う。そこで生涯をかけたクラシック音楽作曲への情熱が決定的となり、その後作曲を三木実、助川俊司や鈴木和馬、堀井智則に指示。火星、対法、還元楽法、オーケストレーション。 方角機による作曲を学ぶ。さらに、高原音楽療法専門学校に入学し、音楽療法を収め、文部科学省音楽療法専門士となる。作曲家として、作曲を続けていたが、作品演奏の機会を得られず不遇の時期は、約10年に及び、初めて作品が演奏されたのは2004年。法学還元合奏曲第1番、有名が、作品1となる。 続いて2005年に演奏会用劇中音楽、すみれの花の音楽を含む、邦楽器による伝説舞台、羽衣が、平成17年度に第60回記念文化庁芸術祭参加。同作品は、その後、平成18年度、平成20年度文化庁、本物の舞台芸術体験事業に採択される。さらに2008年、総読奏曲、 心差匠が第2回牧野豊章作曲コンクールを置いて最終選考にノミネートされる。現在、クラシック音楽、現代邦楽作曲家として音楽原体験である戦立日を中心に据えた純音楽を作曲。舞台芸術や映像芸術、花道、舞踏とのコラボレーションや演劇、芝居音楽作曲も積極的に行っている。 死の朗読や花道を伴う作品も多い。月刊音楽の世界、連載、明日の歌を、から、楽友開講展等を執筆。期間音楽の世界、連載、歌教競争録等を執筆中。新感覚序上派と評される序上豊かな旋律と、日本先法から派生した、色彩感ある火星。音響をもとにした現代クラシック音楽、現代邦楽作品を作曲。 旋律美を特に思考、作風、作曲技法は、死の助川都志也と、同じく古典、現代の境界を問わない、節中様式をとる。このような音楽的思考、音楽哲学をもとにした作風で、ピアノを中心とした、トッカータ州、序ョ,ジョ組曲、日本の象形集、室内楽を中心とした、都市の肖像集、大編成オーケストラを試行した、作品、 現代邦楽作品、吉川が鹿曲と名付けた、師匠、歌、気楽と花道などの共演作品が生まれている。コラボレーションでは、師匠、木部与智江花道、上野雄二、ガラス造形、千賀勝也、舞踏、大野慶人の隠しほかと共作、共演、映像芸術、舞台を含め旅の可能性と音楽の界面の多様性を追求している。 さらに、吉川は古典を通じて、創作時期に合わせた事故の創造総括を行っており、これまで以下の通り開催されている。主な作品として、ピアノ曲、室内楽曲、詩曲、詩歌曲、現代邦楽等がある。2006年日本音楽部洋会議入会。2008年より、同会理事。 月刊音楽の世界編集スタッフを経て2011年より副編集長、現在期間音楽の世界編集長、その他に等に参加。ありがとうございます。